こんにちは、サオチンです。秋葉原ガチャガチャショップに来ています。今回やるのはユニコーンガンダムの一番くじが出たということでやっていきたいと思います。まずこちら、これがラストワン賞なんですけど、 B 賞もこれなんです。で、 B 賞がね、もう出ちゃってるんですよね。デストロイモードの、まだ覚醒してないバージョンで、あちら A 賞がユニコーンガンダムビッグサイズフィギュア覚醒バージョンなんです。 A 賞が一つなんですね。あ、2個ある。 B 賞は1個で、 B 賞も出ちゃってるんですよ。ということで、 A 賞出るまで、終わるまでやっていきたいと思います。どうやらくじが全部で80個、今売れてるのが10個かな、ここに70個です。確率は35分の1。出ないでしょ確率計算しなくても出ないでしょ。いやー、まあ35分の1を引けばいいんですよね。10連で引けるかもしれない。ピンとこないです全然、うん、1回680円です、うん、やっていきましょう。かつてないほどのチャレンジになるかもしれないですし、10回で出るかもしれない。10回で出てほしい。10回で出ても約7000円。いや、うん、でもでかいんで、10回で出れば超満足。待っててくれ。あれ、過去何で2万円、ポケモンでしたっけ。違う、ドラゴンボールだ。ドラゴンボールの色紙 B 賞でしたっけ。 A 賞か。 A と B 狙ってて、はい、A が出たんだ。1万円が3200円になりました。頑張りましょう。上から10枚いってみます。まぜまぜされましたけど。そうですね、そう、対策されてる対策。 A 賞2枚ポポンって出ちゃうかもしれないから、それはそれですごいんだけど、確率的に厳しいですよね。2、4、5、2、4、5、やったー。70分の1、違う、70分の2。10枚あるってことはどんくらいの確率なんでしょうね。いや、もう分かんない。1回税込み680円、頼むよ。聞いてくれ、聞きやす。 CDE がありますね、うん、これが文字が E。 やめてくれ。バンシーにはボコボコにされた思い出がある。バンシーじゃない、これはユニコーンだ。聞いてくれ。 C、 はい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 。プーが出ちゃダメなんだ。プー、厳しい厳しい。6枚目、 D。 神引きよ、みんなメリークリスマス。クリスマスじゃないけどね。ハッピーハロウィンですか。早いね。頼むよ。プッ、プじゃダメだ。あと2枚、やばい。6800円がプッププッププップグラス。この10枚目に A を引くよ。引くよ。引いた。確率わかんねえけど引いた。引いた。やばい、持ってるかもしれないですね。最近やばいっすね。やったぜ。引きました。70分の2を引きましたね。変えていきましょう。やりましたね。びっくりしました。びっくりしちゃいました。すごいですよね。衣装からじゃん。衣装、衣装はまた何かわからないやつですか。そうです、ランダムです。 B が1つ2つ。こう取ればかぶんないでしょ。こちらが D 賞でございます。うん、おで、C 賞が4つですね。 C 賞4つですね。うん、お、かっこよろしい。
はい、はい、パタン、うん、これが普通のユニコーンガンダムです。お台場、僕見に行ったんですよ、ユニコーンガンダム。行ってないですか？超いつ、あ、自分も開閉時見したことないですね。開閉時パカッて閉まってる状態があるんですけど、開いてる時に見たい。これ何ガンダムですか？ババアマスコット、これがバンシーです。かつてあったでございましょうか、こんなでかいフィギュアを当てたことが。でかい。これが映像のユニコーンガンダムビッグサイズフィギュア覚醒バージョンです。あったぜー。はい、というわけでいかがだったでしょうか。本当にね、神引きだったと思います。10回やって10回目に出ましたからね。本来ならばもう30回40回ちょっと覚悟してた自分がいたんですけど、10回で出すことができました。よろしければこの動画が面白かったと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。